ジェームズ・デュアンは、ニューヨーク植民地の弁護士、法学者であり、アメリカ独立戦争の時の指導者である、大陸会議代表、ニューヨーク国上院議員、ニューヨーク市長及び連邦裁判所、ニューヨーク地区判事を務めた。ジェームズ・デュアンは移民の息子だった。その父アンソニー・デュアンは、アイルランドのゴールウェイ県出身であり、初めてニューヨークに来たのは1698年に、 イギリス海軍の士官としてだった。父のアンソニーは、ニューヨーク市の商人の娘、エヴァ・ベンソンと出会って交際した。アンソニーは海軍を辞め、ニューヨークに定着してエヴァと結婚した。夫妻には二人の息子が生まれたが、その後にエヴァが死んだ。その後、アンソニーは別の商家の娘アルテア・ケタルタスと再婚した。アンソニーは商売の世界に入って繁盛し、夫妻には、 本校で述べるジェームズ・デュアンが生まれた。デュアンの母アルテアが1736年に亡くなり、父のアンソニーも1747年に死んだ。まだ若いジェームズ・デュアンは、荘園領主の三代目として知られた、ロバート・リビングストンの被保護者となった。デュアンは、リビングストン荘園で、初等教育を終え、ジェームズ・アレクサンダーの法律事務所で法律の勉強を、した。 1754年には法廷弁護士として認められた。1759年、デュアンは元の被護者であるリビングストンの長女マリアと結婚した。1762年にニューヨーク公平法裁判所事務官となり、1767年に植民地検事総長、1774年にはニューヨーク植民地インディアンコミッショナーになった。デュアンは 独立革命を始めた60人委員会のメンバーになった。1774年の第一次大陸会議会議員となりイギリス製品のボイコットを進める同盟規約に署名した。大陸会議の大議員は1784年まで連続して指名されたが他の任務のためにいくつかの会議は欠席したのでアメリカ独立宣言には署名していない。大陸会議の初期では イギリスとの和解を最も絶望する者たちの一人だった。独立に至る崇勢に対する代案としてギャロウェイプランを支持した。1775年、大陸会議を代表してニューヨーク国オールバニでインディアンコミッショナーとなった。1776年から1777年にかけてニューヨーク国憲法を採択する会議に出席し、 憲法を起草する委員会に勤めた1778年にはフィラデルフィアで開催されていた大陸会議で採択された連合規約に署名した。1776年にイギリス軍がニューヨーク市を占領したのでデュアンは家を離れざるを得なかった。妻や家族と共に比較的安全な妻の実家であるリビングストン荘園に引っ込んだ。デュアンは 戦争が続く間も政治的指導者として活動を続け、1783年の終戦でグラマシーパークの家に戻った。デュアンは1783年から1790年までニューヨーク国議会上院議員を務めた。1784年にはニューヨーク市長に指名され、1789年まで務めた。1788年、 アメリカ合衆国憲法を批准するためのニューヨーク国、批准会議には大議員となった。1789年、ジョージ・ワシントン大統領がデュアンをアメリカ合衆国連邦裁判所の初代、ニューヨーク地区判事に指名した。ニューヨーク市長はリチャード・バリックが後を継いだ。デュアンはニューヨーク地区判事を1794年3月17日まで務め、健康上の理由で辞任した。 デュアンは、その生涯を通じて、父から受け継ぎ、デュアンズバーグを中心にする荘園の確立に努めた。そこに、独力で家屋を建て始めたが、それが完成するのを見ることはなかった。デュアンは、スケネクタディで死に、デュアンズバーグのクライストエピスコパル教会に埋葬されている。マンハッタンのデュアンドウリはその栄誉を称えて、名付けられたと考えられている。 ニューヨーク市のデュアンリード薬局チェーンも同様である。2008年の HBO のテレビ番組ジョン・アダムズではエド・ジューエットがデュアンの役を演じた。そのパートに独立にも出番があった。ありがとうございます。